高1高2の人たちにですね、ちょっと勉強のコツをね、教えようと思います。まあ、最近ではようやくね、この業界全体でも語源で覚えようというのが、一般的になりつつありますよね。ただちょっと嫌なのが、そのスペリングで教える人が多いのね。で、本来語源ってのは音なんだよね。スカイ、スキン、スカウ、覆ってるわけ。なるほどなと。知ってる単語から音をつなげて覚えていくとすごく覚えやすくなるよね。遠回りこそ近道なんだ。